ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、よひよさんです。ね、日本人のアーティストが当たり前、日本語がうまいですね。めちゃくちゃ人気でそうですね。そしてですね、今日なんと、よひよさんのお父さんも、スタジオに来てくださってるんですよ。本当だ、こちら。こちら、こちら。人気のみたいですね。お父さんも男前だよね。女性っぽいスカートとか履くのお父さん、どうもお父さんワイルドじゃないですか。はい。大丈夫。お父さんワイルドだぜ。言ってもらえます。ワイルドだぜ。ワイルドだぜ。あのスイちゃんと違いますね。あのあとあれですよ、やっぱギターがむちゃくちゃ上手いんですけど、お父さんが教えてですか。At the beginning, when he was 11, I taught him the basics. He practiced for like 7-8 hours a day, and then he was 7-8 hours a day. 今ね、一緒のバンドの方に聞いたんですけど、むちゃくちゃギターテクニックすごかったし。ね。もう最後にじゃあ、よひよさんからファンの方にメッセージいただけますか？あちらのカメラです。日本語で。お願いします。はじめまして、よひよです。昨日、デビューミニアルバムリスペスカイが発売されました、ぜひ買ってください。はい、わかりました。本日のゲストはよひよさんでした。ありがとうございました。